崎 FM 創建有吉のソーシャルライフ、はい、皆さんこんにちは。第4週といえばですね、創建有吉のそよ風の音色ということで、今日もバロテさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。バロテだんだん覚えてきましたね。はい、ということで今日も生放送で、はいはい、また60分ですね。はい、はい、またクラシックをテーマにですね、うん、はい、皆さん地域貢献ができればなと思っておりますけども、はいはい、まあ、せっかくなので生放送なんでですね、はい、まあ、せっかく今日から実はね、うん、プロ野球が始まると、そうなんですね、ということなんですけども、うとかさん、はい、野球ファンとしてはもうめっちゃ楽しみにしてるんですけども、ちなみにあれですか、見に行ったことあるんですか、プロ野球は。ありますあります。あ、私は一時期、はい、あのカープをすごい応援してた時、カープ女子だったんですか。カープ女子でユニフォーム着て赤いものたくさん身につけて、あのこうあれ応援がいいですよね、立ったり座ったり、スクワット応援ね、あれをやりたくて行きました。あ、そうなんですね。立てなんだ、びっくりですね。今おかげも何もないですね。そうですね、何も今赤いもの全然詳しくはないですけど、見てるだけでも楽しいですね。あ、そうだった。ちなみに誰のファンだったんですか。ね、もう皆さんと同じですけど、マエケンです。もう今いなくなってしまいましたけど、はい、じゃあマエケンダンスができるということで、歌だけ、ね、歌だけ、ね、はい、応援歌だけ歌ってました。なるほどですね、はい、あれですか、マキロンは見たことね。そうですね、でもテレビでやってると面白いなと思いますね、はい、最近は。あ、そうなんですか。ちっちゃい頃はね、全然何がいいのか分からなかったですけど今はね、見てると確かに面白いですよね、はい、うん、はい、あ、そうですね、うん、いや僕ね、この前あの3月の3連休中にちょっと甲子園でちょっと選抜公演で、うん、釜石高校の応援にちょっと見に行ってきたんです。別にやってきてんじゃないんですけど、はい、ちょっとご縁から行ってきたんですけど、あの甲子園、あの改修工事とか始まってないのが、まあ、満員、阪神よりも満員だったみたいで、まあ、20世紀ダービーっていうことで、あの小豆島対あの釜石高校ということで、じゃあ僕舐め切ってたんですよ、うん、そんな20世紀はどうしてそんな混んでないなと思ったら、はい、まあ、甲子園ついてからとんでもないゴミ声で、まあ、運よくね、あの知り合いの方からチケットもらってたんで、はい、あの入場できたんですけども、はい、4万6千円超満員で、大人気だから、ね、その超一流高校のプレーじゃないですけども、うん、でもそのお互い あの釜石の方と小豆島の応援の地域の方々の応援プリにびっくりしちゃって、うん、みんなで来たんですね。そうですね、でそれで一緒にもう4万6千人が盛り上がるという、結構ね、だから決してプレー自体がうまいとは言わないですけども、でもそのね、あの18歳のね、若者たちの全力プレーでみんなが感動して、最後しちゃった時のスターティングオペレーションですか、お互いの応援する、ちょっと感動しましたね、試合終了した時に。最初にちょっとグッと感動して、はい、あ、高校野球って素晴らしい。いや、高校野球いいですよね。僕ね、あの生であんなに感動すると思わなかったんで、ちょっと感動してしまったのが、はい、ちょっとなんか、はい、ね、いいですね、ちょっとね、時間があれば、はい、まあ、またやります。ここやってますからね、はい、はい、行かないといただきたいと思いますけどね、はい、で今日ね、最後まで聞いていただく方にはね、はい、なんと5月にね、はい、創建とバロテさんのコラボのね、はい、CSR と楽しいイベントがですね、はい、ちょっと情報がちょっとずつ、そうなんです、ちょっとずつ小出しにしていこうかと思って、はい、なってきますからね、はい、最後までぜひ聞いてみてください。なるほど、なんて形ね、はい、なっていきますんで、ぜひぜひ聞いてください、はい、で今日のまた、ラインナップはですね、前半はですね、またあのバルテのガチクラということで、また素敵なクラシックの、はい、クラシックの話をしたいと思います、はい、で後半はですね、また3万人以上のファンの方メッセージしてますから、はい、選ぶのにと思うんですけどね、はい、選んでいただいて、で神岡のまた素敵な地域、はい、コーナーを、はいはい、ご紹介します、ということで、はい、で最後に番宣で先ほど言ったね、はい、5月の素敵なイベントに対して、ね、はい、皆さん楽しみに、はい、ここまで聞いていただきたいと思いますが、はい、では最初の曲のご紹介をお願いします、はいはい、1曲目は私たちバロテのオリジナル曲ではないですね、カバー曲になります、クラシックをカバーした曲になります、別れの曲です。
はい、別れの曲をお届けしました。はい、では、はい、いよいよですね、また恒例のバンドのガチクラということで、はいはい、今日はどのような方を、はい、今日はですね、はい、シューマンという人を紹介したいと思います。はい、はい、シューマンさんはですね、ドイツのロマン派の作曲家なんですけども、ピアノ曲や歌曲で有名ですね。はい、クララという奥さんとの夫婦愛でとても有名な作曲家なんです。あれですか、あのアルプスのハイジの。ああ同じ名前ですね。クララ・シューマンさんという、このクララも有名なピアニスト兼作曲家で、はい、音楽家同士 のカップルなんですね。音楽家同士のカップルといえばこの2人が人に上がると思います。はい、慣れ初めはなんですけれども、はい、シューマンはまずピアニストの道を目指そうと18歳の時に名師フリードリヒ・ビークという人に弟子入りをします。はい、でこの恩師の娘さんがクララ・ビークなんですね。そこが出会いなんですね。そうなんです。出会った時は、ね、シューマン18歳で弟子入りしてるので、クララが10歳年下だったので、その時はまだ8歳の幼い少女でしたね。で初めはもう兄弟みたいな感覚で付き合いをしていたんですけども、はい、その後シューマンはですね、指の故障のためにピアニストを断念してしまって、作曲家を目指すようになります。一方クララは、とても音楽的才能に恵まれて、父親の熱心な教育もあり、天才的少女ピアニストとして活動を始めています。そして徐々にシューマンとクララの恋愛感情が芽生え、二人は婚約するんですが、これはお父さんフリードリヒの激凛に触れます。そうなんですよ、お前にうちの娘はやらんみたいな親父感じですね。昔のもあんない。そうですね、そう、二人の交際を禁じますね。はい、例えばクララをなんか別の町に住まわせたりとか、家に監禁してみたりして。すごい、溺愛してますね。長いですよね。で一方シューマンに対しては、町で会うたびに罵声を浴びせたり、ひどい、すごいですよね。唾吐きかけたり、あと平手打ちを食らわすこともあったと言いますね。大問題しますよね。やばいですよね、このビークさんね。よく刺されずに済んだところで、ですよね。でシューマンを中傷する噂を世間に流してみたり、シューマンを動転させるために娘にクララに他の男の人に恋人役を演じさせたりと、あらゆる手を使って2人の交際を邪魔しようとします。で2人がもう会うことも 手紙のやり取りもその父親は禁止していたんですが、はい、まあ、2人はこっそりやり取りをしていて、はい、で演奏家、父親が、クララを演奏会に連れ回したりもするんですけども、はい、まあ、その間にも、手紙のやり取りをしていて、クララはシューマンが書いた曲を演奏会で演奏したりするなどして、で音楽を通じて2人はどんどん深く深い仲になっていきます。で、30歳と20歳の時にシューマンとクララは訴訟まで起こして、やっと結婚をするんですね。裁判所に行って2人の結婚を認めさせるという、法律的に認めさせるということをします。はい、でこの時にシューマンへのやっぱ中傷がひどすぎたので、なんか名誉毀損だということで訴えたらしいんですね。でそれもそうそう勝訴して、お父さんは2週間の禁錮刑を食らったらしいですね。訴えちゃったんですか。そうなんですね。関係が悪くなります。そうですね。そこまで追い込むとこ、そうなんです。もう諦めちゃった感じですかね。そうで、この6年間公募が続いて結婚するんですけども、まあこのやり取りの中でクララとの結婚をめぐる、戦いの中でクララへの愛が増して、その感情でいい曲を生み出せたんじゃないか、ということですね。はい、そして結婚してからの生活ではこんなエピソードがあります。もともと2人はそれぞれ日記をつけていたんですけども、はい、結婚を機にその日記を融合させて共通の日記を書いていたそうです。そして日曜日になると1週間分の日記を朗読して2人で反省したりコメントを付け合ったりしていたということなんですかね。すごいですね。今で交換日記ですね、これね。そうですね。ですよね。朗読しちゃうんですね。すごいラメラメな感じですよね。そ
そしてあそうですね、その後はシューマンは鋭い感性やあとバッハやベートーベンなどの研究をすごいしていて、構築性もあり、そういう曲をピアノ曲、管弦楽曲、歌曲など多数傑作を残していきます、うん、で一方クララもピアニストとして名声を獲得して、さらに作曲活動もしました。本当に才能に恵まれた歴史的カップルでありました。はい、ということで、あ、そうなんですね。あれ、久しぶりじゃないですかね、幸せに終わった人なんですね。そうですね、なんか今まで聞いた人みんななんか大丈夫か最後にちょっと気が狂ってしまう。あのインパクトのなんていうんですか、うつ病の作曲者も聞かされた時に、あれ結構いろんなあのお客さんの話の時にネタに使えて、それ聞くと間違いうつになりますよって聞いてみたいねそれとか言うの。そうね、なるべくハッピーな時に聞かないと、そうですね、暗い時聞いたらもう終わりですね。そうですか、そう、あ、でもこんなあとね、またシューマンはあのちょっと精神病とかね、患ったりして、あ、そうなんですか、まあ、自殺しちゃったり、そうそうそうするんですけれども、大体みんな、みんなだからえらい不幸な、ね、何なんでしょうね、作曲それぐらいこう気違いじゃないと一曲書けないですね。そうでしょうね、そういうことですかね、200年以上経っても名曲であるってことは、そこまで一番行かなきゃダメだってことなんですね。思いますよね。いや、このシリーズガチクラでインパクトあるのは、みんな不幸になるんだ作曲だいや、久しぶり、ね、あれ幸せなんのと思ったら、めでたしみたいな感じではなかったですね。じゃあ最後残念になっちゃうんですね。結構後半はあの厳しいというか、結構壮絶な闘病生活をして、クララも結構大変なことになっていたみたいですね。はい、はい、まあそれはそれとして、あのシューマンはあと音楽活動と別に音楽評論家としてもとても活躍しました、はい、で若い才能の発掘や紹介をして、特にショパンやブラームスの才能を世に広めたというのがこのシューマンだったんですね。ショパンを広めた人なんですね。すごいですね。本当に若い才能を見抜いたということですね。でその文章の書き方がとても独特でですね、はい、あれダビッド同盟という架空の団体を自分で結成していたんですね、でその中のメンバーも自分の日記から、はい、生まれた架空の人物をそれぞれそうそうがいて、でその人物たちにその対談をさせるという形であの評論していたそうなんですね。面白い、一人何役みたいな、そう、なんかもう何人もそのダビッド同盟が、そうですそうですそうです、この人は辛口評論家みたいなのとか、そうそう、あって、なるほど、一人の評論でみんなでそういう入ることでね、そうですね、そうそうそう、いろんな評論していたということですね。はい、これも面白いなと思いました、はいはい、ここでですね楽曲の紹介をまたしていきたいと思います、はい、まずちょっと変わった曲を紹介したいと思います、これは謝肉祭という題名で、ちっちゃい20曲の商品からなるシューマンの代表的なピアノ曲の一つです。で副題があって4つの音符による面白い情景という副題があるんですけれども、ですね、このクララと恋愛する前に、恋愛していたエルネス・ティーネという女の方がいるんですけれども、まあ、その女の人もそのビークのお弟子さんだったんですけども恋愛をしていまして、でまあそれは叶わなかったんですけど、はい、このエルネスティーネさんの出身地がアッシュというところなんですね。でアッシュをドイツ語表記すると ASCH という、うん、そう ASCH と書いてアッシュって読むんですね。でこの4つの、アルファベットを音階に当てはめるとラーミドーシという風になるんですね、はい、でこの4つの音を使ったメロディーをモチーフを20曲中ほとんど曲に入っているんですね。あ、じゃあそれをちょっと聞いてほしい。はい、そうなんです。ちょっと聞いてもらう、この中から2番のピエロという曲を聞いてみたいのですが、うん、このミドシラミドシという曲をぜひ探してみてください、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。
ありがとうございます。ミードシーというのがたくさん聞こえたかなと思います。はい、ということでここから、一つクイズを出したいと思います。はい、はい、シューマンさんはとても子供が大好きで、ご自身にも8人の子供がいました。で、子供の情景というピアノ曲集があるんですけども、それは子供の可愛い仕草や遊ぶ様子をイメージした曲がたくさん入っています。で、ちょっとここでもう一曲聴いてほしいんですけども、これから流す曲は子供たちが何をしているシーンの曲でしょうかということで3択です。はい、1鬼ごっこ、2じゃんけん、3喧嘩ということで、この中からイメージに合うのあるかなとちょっと聞いてもらいたいと思います。お願いします。じゃんけん、アリュウさんは、はい、私はじゃあ2で、2でじゃんけん、はい、おお、正解はですね、あ、ちぎちゃんは、ね、スタジオの皆さんは1っていうのが多かったですね。はい、私もそんな気がしたな。チャカチャカしてましたからね。チャカチャカ逃げてる感じ。はい、鬼ごっこ、鬼ごっこ、正解は1番の鬼ごっこです。おお、はい、皆さん正解ですね。おめでとうございます。皆さんシューマンさんと感性が近くて素晴らしいですね。面白い、はい、ということでした。こういうね、ちっちゃい曲がたくさん入っている子どもの情景というのも、はいはい、代表曲の一つですね。で、最後にもう一曲だけ、はい、この子どもの情景から一曲、とても有名な7曲目のトロイメライというのを聴いていただいて終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。トロイメライ聞いていただきました。
じゃあですか、次は引き続き、はい、連絡の中では入ってるということをお声いたしますか。はい、はい、次のコーナーはですね、私たちが、密着している江南区にあります江南区民活動支援センターといいまして、区民の皆さんの活動を、支援指導してくれる、ところがあります。そこでですね、はい、所属している町のアドバイザーさんというのを紹介するコーナーになります。今日はコミュニケーション、話し方を教えてくださる宮原さん、お電話つながっております。宮原さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。宮原さん、はい、コミュニケーション、話し方の、お教室ということなんですけども、はい、普段はどんな方に向けてどんなことを、教えてらっしゃるんでしょうか。はい、最近ですね、会社様とか各種団体様でとてもニーズが高くなっていまして、はい、コミュニケーションの講座を行ってほしいといった声をよく聞きまして、最近では会社様や団体様に出向いてコミュニケーションの講座を行うことが多くなっています。なるほど、はい、会社で今これからの時期だとあれですかね、新入社員さんとか、はい、そうですね、方が多いんですかね。はい、今週から新入社員の研修が目白押しになっておりまして、今週から4月にかけてはいろいろな会社様に出向いて新入社員の研修の中の一環としてコミュニケーションの講座を行っております。まさに今日一緒にラジオをしてらっしゃる有吉社長は会社の経営者さんでございますけども、はい、そういうところはやっぱ必要になってきますよね。そうですね、ぜひとも声かけていただければ出向いて講座を行いたいと思いますけれども、はい、ありがとうございます、はい、そしてですね、はい、この辺から具体的な質問になってくるんですけど、はい、例えば私も聞きたいんですけど、初対面で初対面でこう、はい、会った時にこうなるべく早く打ち解けるには、はい、こう何かポイントとかコツってあったりしますかね。はい、はい、まず一番目は挨拶ですね。一つ目は、はい、もうこれは企業においても様々な、ね、コミュニティにおいても基本ですけれども、はい、まず第一に挨拶、うん、そして二つ目にはよく聞くということですね。傾聴力とも言われてますけれども、うん、相手の話に耳を傾ける、はい、はい、そして三番目としては、はい、会話に困った時のコツがあるんですけれども、はい、軌道に立てかけし衣食住というコツがありまして、軌道に立てかけし衣食住、はい、まず木は季節の木、はい、季節に関する話ですね。で、土は道楽、趣味のこと、はい、にはニュース、他は旅のこと、は、はい、では天気、天気、かは家庭の話、けは健康、しは仕事、そして衣食住というのは衣服や食べ物や住居に関しての話、まあ、こういったことが会話の糸口にもなると言われています、はい、でもやはり一番のポイントはまずは笑顔で挨拶というのが、はい、初対面の人とも早く打ち解けるポイントになるかと思います。そうですね、笑顔の素敵な方はもう、こう何でも話したくなっちゃいますね。はい、なるほど、ありがとうございます。この今言っていただいた気、どう立てかけし、立てかけし、衣食住、これがポイントですね、はい、そうですね、なるほど、皆さん覚えていてください。はい、はい、そして、これはですねちょっと、はい、リスナーの方からご質問もあったんですけども、はい、上手な相槌の打ち方、上手な相槌の打ち方、そうなんです、はい、急に振ってしまいましたけども、何かポイントあったりしますか。そうですね、相槌にはいろいろな種類があるんですけれども、はい、はいはいとかだけではなくて、はい、同意の相槌、促進の相槌、驚きの相槌、いろいろな相槌があるんですけれども、はい、なるほどとか、そうですか、そうだったんですか、それは大変でしたねといったような、さまざまな相槌のバリエーション、はい、持っていると聞き上手になれるんです。うーん、はい、なので相槌のバリエーションをたくさん持っていると聞き上手に、話し上手は聞き上手と言いますけれども、いい聞き方ができるかと思います。なるほど、はい、そうですね、ここの、はいはい、ポイントになるかなと思います。確かにこのリアクションっていう面でもそうですよね、きっと、ただ聞いてるだけじゃなくてきちんと、そうですね、リアクションが取れるかということですね。そうですね、良い聞き方というのは相手の目を見る、そして様々な相槌をきちんと打てる、そして復唱する、質問するといった、アクティブリスニングといった方法があります。すごい、
勉強になります。はい。ありがとうございます。はい、まあ、ここにつながってくるとは思うんですけども、はい、こう初対面だったりとかで、こう、まあ、人と話すのが苦手な人でも、こう好印象を与えるような話し方だったり、はい、今言っていただいた、あの目を見て話すだったりとか、はい、何かありますか？はい、メラビアンの法則というのがありまして、はい、アメリカの心理学者の方なんですけれども、はい、人はどんなところが印象に残るかといった調査をした結果があるんですが、はい、まず目から入る印象がとても大きな印象を占めていて、視覚的要素ですね、はい、これが 55%、 そして次耳から入る印象、聴覚的要素が 38%、はい、で話の内容が 7% しかなかった、ということで意外と人は目から入る印象、耳から入る印象が大きな要素を占めているという結果が出たんですね。そうですよね、で目から入る印象というのは、はい、例えば身だしなみとか表情とか態度とか笑顔とか、はい、それから耳から入る印象というのは話し方とか声とか、はい、抑揚とかトーンとか、人は意外と見た目で判断されてしまう傾向があるといったことが出たんですね。はい、これは面白い結果ですね。お話しした時、内容ばっかり一生懸命考えてしまうけども、意外と見た目で判断されてしまう傾向があるということなので、身だしなみとかお仕事をされる方は気をつけた方がいいかもしれないですね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、これはですね、私たちこのユニットを組んでいるんですけども、バイオリンとコントラバスのユニットをやってまして、はい、大勢の方の前でお話しする機会が最近は増えたんですけど、そういう時にこう気をつけるポイント、1対1とまた違ったポイントって何かありますでしょうか？はい、話の3原則というのがありまして、はい、話の3原則は分かりやすく簡潔に印象深くという3つの3原則があるんですね。まず分かりやすくというのは、分かりやすく話す方法でまず1つ PREP 法というのがあるんですが、はい、PREP 法、はいはい、ポイントリーズンエグザンプルポイントの順番で話をするんですが、まず結論を話して、はい、そして理由を述べて、そして具体例、実例とか事例とかですね、具体例、そして最後もう一度自分の言いたいポイントを繰り返して締めくくるという PREP 法という話の構成法があるんですね。で次に簡潔にというのは、やはり長い話がいいわけではなくて、短くまとめて、要所をキーワードで押さえたりとか無駄を省いて簡潔に話す。そして最後の印象深くというのは、はい、話の切り出しと結びを工夫をしたり、それから山場を強調したりといったことが印象深くといったことになります。分かりやすく簡潔に印象深くといったのがポイントになってきます。参考になりますね、マキロン。はい、名指しで言う、はい、2人のバイオリンマキロンが。そうですね、はい、PREP、ね、はい、これに気をつけてね、はい、話すっていう、そうですね、意外とあの PREP 法で話をするとすっきりとした話が、例えば結婚式のスピーチとかでもですね、はいはい、話ができるんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい、最後になります、宮原さんの近々行われる例えばセミナーだったり皆さんが参加できそうなものがもしあればお知らせください。あ、はい、そうですね、新入社員研修のオープン講座も行っているんですけれども、はい、あのホームページでパソネットで検索していただきますと、はい、私の会社が出てきますので、はい、パソネットですね、パソネットで検索していただいて、はい、お問い合わせをいただければ、はい、あのそちらの場所にでも出向いて、あの講座を行っておりますので、はい、お声をいただければと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、ぜひ興味を持った方たくさんいらっしゃると思うので、都内にも来てくれるんですかね。あ、都内はどうですか？都内ももちろん、あの、あ、今週来週あの都内の神田でもオープン講座を行っていますので、チェックしましょう。また宮原さんの声がとても素敵なんですよね。やっぱこれも印象の先ほどのにありますよ ね、はい、ありがとうございます、はい、あとはあれですね、江南区民活動支援センターでもまた、はい、活用していただけたらと思っております、はい、今日はありがとうございました。宮原さんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。
素敵な声の方で。そうなんです、ね、私も実はまだお会いしてないんですけど。あ、そうなんですか。勝手にこう想像しています。あ、でもちょっとめっちゃ興味持ちましたね。ね、新卒ね、うちもそうですけど、はい、来週からね、うん、入ってきますからね。あ、そうですよね。そんな季節ですね。コミュニケーションをね、どうするかって、仕事を覚えるのよりもさず、うん、コミュニケーションだろうなっていうのは毎年うちも受け入れてて、たまたまさね、幹部社員と受け入れの話で会議もずっとやってきてたんですけども、はい、やっぱコミュニケーション、やっぱり現場から上がってくるのは、もう社長マナーとコミュニケーション能力だけやってくれと、あと会社の技術は後でいいっすわっていう、だからやっぱりきっとその辺課題だと思ってるんでしょうね、受け入れ側もね。大事なポイントになってくると思います。はい。何か皆さんも役立てていただけたらと思います。めっちゃメモしたね。もうですね、マキロのメモ半端ないですよね。これをこれからの MC に訳していきたいと思います。はい、ということでコーナー区紹介のコーナーでした。ありがとうございました。じゃあ気づいたですか、3万な何通ぐらいっていうんですか今。3万5通かな。あ、5通ですね。はい、のお便りじゃあ5通ぐらい、じゃあ選んで、はい、じゃあまたランダムに、じゃあご紹介させていただきたいと思います。まず、2月16日ワタールガフルさんです。おお、はい、ありがとうございます。ちぎちゃん、マキロン、有吉さん、こんにちは、ロテ。こんにちは、ロテ。今週は桜の開花報告があったのに、なんだか寒い日が続きますね。もう4月ということで、季節的には新社会人、新年度、新生活なんて言葉をよく耳にしますね。3人はせっかくの4月だから、こんなところを新しくしたいなってことはありますか。ではでは、寒さに負けないで頑張ろうで、ありがとうございます。ありがとうございます。新なんとか新しくしたいなっていうところありますか。新しくしたいところなんでしょうね、うん、イメチェンですか。まずは身だしなみから。そうですね、見た目大事ですもんね。でもね、会社にとって、はい、あの新入社員、新卒の方入ってくれるっていうのは、うんうん、逆に面倒くさいと思われがちで、実はそうじゃなくて、うん、はい、入ることで、はい、今までの上の人たちがもう一回身だしなみから言葉の言動とか、はい、きちんと丁寧にもう一回しなきゃダメだよねって、やっぱりそういうのね、逆にすごく、ね、経営者側としてはメリットがすごく多くて、うん、あの工場の方で初めて女性の大工さんを去年、はい、工業受け入れた時に何が変わったかというと、結構、まあ、職人さんですかね、言葉がやや汚い時があるんですよ。それがね、本当になくなりましたもんね。あ、女性人いることですごい気にする。だからそれだけでも会社の雰囲気良くなったというのはあったんで、まあ、本当に新入社員様々で、まあ、職人の修行の世界ですから、戦力としてはですよ、5年後、はい、5年以降だと思うんですけども、だけどそれだけでも会社の雰囲気良くなるっていう、本当に女子力すごいなというのは、はい、ちょっと感謝してますけどね。すごいですね、会社の雰囲気も変えてしまうという、だからもう一回、だからね、4月の1日来週からとかね、入ってくる企業さんとしては、まあ、そういう新しいフレッシュがあることで会社明るくなるのは間違いない事実だと思うんで、ね、確かに自分も初心を思い出すっていう感じかもしれないですね。私はこの間、ちょっとイベントで、あの書道家の方 と、コラボしたんですけれども、その書道家の方が私の、書いた「スタート」という曲をイメージして、初心っていう言葉を書いてくださったんですね、書道で作品にしてくださって、でそれをありがたいことにいただけまして、はい、でこの間あの部屋に貼ったんですよ。貼ったというか、かけさせていただいたら、もう一気に、あの和のお部屋みたいな、写真って感じで書かれてるから、ね、そうそうそう、あの書道がドンって飾られていて、もうすごい雰囲気が、でも初心をね、やっぱ忘れないようにしていきたいなと本当に思いますね。はい、はい、ということでした。はい、ありがとうございます。続いて、有吉さん、ちぎちゃん、マキロン、こんにちは、ロテ。こんにちは、ロテ。いつも楽しいラジオありがとうございます。はい、ちぎちゃん、マキロン、3月5日に開催された戸塚ガールズミュージック大会でのグランプリ受賞、そしてオーディエンス賞の獲得おめでとうございます。ありがとうございます。すごいですね。ありがとうございま す、 い、 す、ね、いつもお二人が心に響く音楽を届けてくださっているゆえだと思います。素晴らしいことですね、うん、ありがとうございます。さてさて、今日の町田さんは、そう、先ほどですね、コミュニケーションについて教えてくださるとのこと。私は人前で話すのが苦手で、素敵なバロテのお二人を前にすると上がってしまって、うまく喋れないことが多いのですが、二人はラジオの MC やラジオ、ライブなどで堂々とお話しされているのを見て素晴らしいなと感心しています。人前でしっかりと話をする秘訣は何なんでしょうか。よろしくお願いします。だ、僕ね、の変通上から目線で見かけて本当すいません、はい、秋のめっちゃ MC 上手くなりません、おー、
あの 3.11 のイベントの時に、はい、あのうちのイベント来てもらった時のこと、はい、普段いつもあちぎちゃんが喋るじゃないですか、はい、あれ珍しく槙野喋ったなと思ってちょっと感動したんですよあれ。いやで奥でだから何人かと毎回言ってるからめっちゃうまくなったよねとか言いながら、すごいやっぱあれです、何か変わったんです、うん、いや うまくなったかどうか分かんないですけど、そうですね、だんだんちょっとずつ慣れてきたのはあるかなと思いますね。やっぱこのラジオをさせていただいてからっていうのもすごいあって、本当に有吉さんのおかげですね。いやいやいや、確かに、ね、ずっと見てると分かんないけど、やっぱそうですよね、久しぶりに見たりすると明らかに違くなってたりする。明らかに違いますよ、あの喋るのは私じゃなくてちぎちゃんっていう雰囲気だったのが、そうなんか、あれ積極的にこう、そうなんですよね、はい、話したいっていうのが出てるから、すごい見てても嬉しいです、まあ、いつかあれじゃないですか、一回も演奏行かずに喋って終わるって、そんな中すごいですね、もう終わりかよ、喋って終わっちゃったってなってみたい、どうしようね、聞かずに帰るという喋るのね嫌いじゃないんですけど苦手なので、はい、上手になりたいなとずっと思ってるので、はい、これからも頑張ります、はい、はい、大丈夫ですか、はい、じゃあ次のお便りいきたいと思います。ですね、はい、有吉さん、バロテのちぎちゃん、マキロン、こんにちはバロテ、こんにちはバロテ、そしてトツカガールズコンテスト優勝&オーディエンス賞2冠おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。あの日の興奮冷めやらずなのですが、うん、何やら原稿用紙4枚ぐらいのお便りを送るぞって方がいらっしゃると風の便りに聞いてしまったので少しだけかっこ笑いお二人がライトに照らされた瞬間、舞台の雰囲気が変わり、演奏とともに会場は一つにまとまり、オーディエンス賞にふさわしい一体感と優勝にふさわしい素晴らしい演奏に心打たれました。それと忘れられないのが、発表を待つ時のちぎちゃんの表情と、それを気遣うように振る舞うお姉さんのようなマキロン、うん、発表された時のお二人の表情、バロテとしての活動が認められた瞬間、いろんな出来事が出来事や気持ちが駆け巡ってきたのかな。もっと書きたいけど私の方が原稿用紙4枚超えそうなので、最後に今だから話せる出来事や気持ちお聞かせください、よろしくお願いします、ということで、パンチチさん、ありがとうございます。ね、はい、とっても嬉しい。うん、今だから話せる出来事、出場する前に、うんうん、私たちの曲アレンジしてくれてるジョジョさんにとお話しした時に、うん、インストって、楽器のユニットで他は歌の方ばっかり出るから、はい、インストでそういう優勝とか賞を取るのってなかなか難しいよって言われてたから、結構こう半分諦めじゃないですけど頑張りたいけど、もしかしたらそういうのは無理なんじゃないかなって思ってたから、いい感じに気が抜けてたのか、その緊張とか頑張りたいと思いはあるんだけど、もうそういうんだったらばもう好きなように見せて帰ろうじゃないけど、そういう部分もあったから、逆に開放的だったのかななんてちょっと今思ってます。そう、ずっとジュジョさんに言われてたね、うん、こういう大会でインスト優勝したの見たことないけどって言われてて、ね、ジュジョさんが言うぐらいですからね、本当に私たちもずっとクラシックでやってきたので、そういう大会の雰囲気とか全然わからなかったので、選曲とかもすごい相談して、バラードが自分たちの、ね、良さを出せるバラードがいいんじゃないかとか、雰囲気か、大会の雰囲気に合わせたアップテンポがいいんじゃないかとか、いろいろ考えながら選曲もしましたね。はい、しました。でも良かったです。応援ありがとうございました。はい、ね、本当に。はい。私のがね、お姉さん、そうそう、マキロンがお姉さん、大丈夫と大丈夫ってあれはね、声かけてなくてね、ちぎちゃん前出て前出てって言ってなんかそう一列に並んでたから、マキロン絶対ね、身長的にマキロン前にいた方がいいんだけど、ちぎちゃん前に来てよって、大丈夫大丈夫って言って、あ、そういう話だったそうなんでした。いえ、ね、ありがとうございます。ございます。ごめんなさい、先にね、2通目のお便りはね、名前を言ってなかった二宮さんからいただいてました。 ありがとうございました。そして次に行きたいと思います。はい、はい、有吉さん、ちぎちゃん、まきらん、こんにちはバロテ、こんにちはバロテ、頑張ろって応援団戸塚支部のゆきおです、ありがとうございます。ちょっと先飛ばしていいですか今日来てくれてるんでね、全部読みたいんだけどな、どこから行こうかな。はい、そして
続きですね。3月11日創建グループジールの、東北応援、はいはい、東北復興応援 CSR コラボイベントやディストルが行った南三陸町徳倉小学校にシューマイと浜キャラメルを届けるチャリティー活動や、戸塚 YMCA での東北に花を届けるチャリティーライブへの出演など関係者以外の記憶が薄れていく中、東北復興応援活動を行っていて素晴らしいことだと思いました。チャリティーに参加させていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございます。そしてですね、明日3月26日は、横浜大桟橋で行われる横浜三島物語のイベントでライブがありますね。ちぎちゃんとマキロンと有吉さんに質問です。横浜三島ってどれのことだか分かるかなって来てます。あれ、一つは八景島ですか？違います。え、何ですか？違うんです。これね、三島っていうのが通称で、キング、クイーン、ジャックと呼ばれるのがあって、そうなんですよ。で、横浜にまつわるものなんですけど、あ、答え書いてくれてる、ありがとうございます。え、マキロン分かりますか？一つでも。そうですね、県庁は分かってた、神奈川県庁がキングですね、うん、そうなんですか。私は逆に税関は分かったんだけど、税関がクイーン、ちなみにジャックが横浜市開港記念会館、これが覚えにくいんですよね。あ、そういうのは横浜っぽいんですか？全然そうですよね。都内の方は多分あんまり分かんないかもしれない。で、これを、そうなんです、明日イベントがありまして、この3つの塔を巡るっていう周遊型のイベントがあって、最後にそことはまた別の大桟橋って、客船が出ていくターミナルがあるんですけど、そこで集まってこうライブをやるっていうのがあって、そうなんです、キング、クイーン、ジャック、そうですよね、うん、ありがとうございます。私も今改めてこれをね、島だと思いましたね。そっか、そっちのと、だから八景島に何があるんですか？八景島、猿島とか、あれはでもちょっと横須賀ですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ最後のお便りいきたいと思います。はい、はい、ペンネーム富士子の鬼嫁さん、富士子さんね、ごめんなさい、富士子の鬼嫁さんです、はい、ありがとうございます。ちぎちゃん、まきちゃん、有吉社長、ガラス越しのファンの皆様、こんにちはロテ、こんにちはロテ。桜の花も咲き始めているというのに急に寒くなりましたが、体調は崩してないでしょうか？先日行われたガールズミュージックフェスティバルでは優勝ディエンションのダブル受賞おめでとうございます。大丈夫ですか？すいません、カミカミになってきちゃった。一つ一つの音色を大切にしているバロテのお二人の演奏が始まった瞬間に周りの空気が変わりましたね。優勝発表のお二人の顔を忘れません。心に響く演奏ありがとうございました。気温の変化に体調を崩さないようにご注意ください。 PS 今日も徒歩通勤、このラジオを聞いていますよ。本当ですか、はい、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。あら、何聞いてるんだろうな、何聞いてるんだろう、ラジオか、私たち天然ラジオですね、曲聞いてる。俺、何がどういう意味なのかな、なんか暗号なのかなと思ってどういうこと。いや、嬉しいな、はい、なんか昨日もね、ストリートでやってたんですけど、はい、そうですね、その3月5日の大会に来てくれた方、いや、来れなかったんだけど結果を聞いて、でみんなの話聞いててっていう話を話してる最中にうるうるしてきてくれた人がいて、びっくりしました。なんか思い出したら泣いちゃいそうって言ってくれるが、私たちが出た大会ではあるんだけど、はい、何よりもその応援してくれてるファンの方たちの思い入れが強いことがすごくびっくりして、私も改めて出てよかったなと思いました。今日もサマーゴツの中のね、ゴツね、ありがとうございます。ゆきおさん連続で選ばれてますね。そうですね、何度も選んでるつもりなんですけどね、たくさんね、ありがとうございます。じゃあまた曲の紹介で、はい、はい、じゃあバロテのチェンジングを聴いてください。
はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、じゃあ皆さんね、ずっと聞いていただいてくれてますから、はい、そろそろ少し番宣とね、うんうんうん、ちょっと、はい、はい、ご発のイベントの情報をちょっとずつ解放していくと、はい、はい、ではまず先ほどもお便りで紹介していただいたんですけれども、明日のイベントです。横浜三島物語というイベントに出演いたします。場所は横浜の大桟橋ホール。時間はですね、15時から40分間の演奏をいたします。大桟橋ホール、とても響きも素晴らしくて、私たちもね、ぜひぜひそのね、響きのいい演奏を聴いていただけたらなと思います。ぜひぜひ来てください。はい、無料かな。無料です。はい、無料になっておりますので、ぜひ来てください。はい、はい、であとじゃあですか、5月行っちゃっていきますか。はい、はい、これちょっとね、あざみ社長はびっくりしてるかもしれないけど、そう、前に、はい、前回のラジオで、告知開始になりました。5月22日に、はい、椅子、あ、どこまでじゃ、鉄道会社、そうなんです、はい、言ってなかったですけど、発表できましたね。やっと、はい、やっと言える、千葉県の地方鉄道ね、いすみ鉄道さんと、ね、はい、そうなんです、はい、正式に貸し切り OK 取れまして、はい、アルテ特急を、ね、走らせることが、はい、OK が出ました、ね、はい、で時刻表ももう決まりました、はい、はい、ということで、ね、そうですね、集合の時間が、はい、11時になります。はい、はい、で11時58分発なんで、そうなんです、ゆきおさん遅れたら発車してしまいますんでね、はいはい、遅れないように、はい、来てください。、はい、中でも素晴らしい電車の中でもね、ちょっといろいろと楽しげな期間もね、そうなんです、はい、ています。はい、一応、現地解散が16時になってるので、うん、11時16時、はい、ぜひ皆さん予定を押さえておいてください。はい、でこの日にこれですね、マキロン参加者限定の、はい、あとチョロチョロマスミさん、はい、チョロチョロポンライナーデザイン、あー、やばい、写真がフェイスブックにはあげないでくださいね。ありがとうございます。参加者限定特典をプレゼントいたします。はい、でまた、はい、そのデザイナーが、あの H さんがですね、はい、バートさんのために、ね、素敵なデザインを、めちゃくちゃいい、はい、ね、またうちもね、いつも通りデザインは1回しかしま、同じデザイン二度と作りませんので、ね、もう超限定の限定です、ね、彼鉄道のデザイン評価されて、実はですね、うん、今日から東京メトロの、はい、よく発表ありますので流れてた CM、はいはい、あれのですね、東京メトロ博物館の CM 実はうちが作りました。そうなんです、電車が実はこういう感じで走ってます。すごいですよ、ね、メトロの電車だったら見てください。見ます、見ます、流れてます。そんな方が描いてくださったイラスト、最近鉄道ファンの世界の方ではですね、なんかやや神がかり的になりつつあるんですね。Hさん、はい、Hさんのすごいところにデザインの鉄道で、はい、丸田さんとですね、です車掌スタイルで、はい、うん、ちょっと楽しんでいただくようなね、はい、イベントしてますから、素敵なイラストありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、当日ね、はい、MC も素晴らしいね、はい、スペシャルな方が来てくれるね、はい、結構今回相当力入れて、はい、やるためにしてるんで、一日間違いなく盛り上がっていただけるんじゃないかなという形ですから、はい、はい、まあ大体11時から夕方ぐらいなんですかね。そうですね、はい、はい、皆さんと一緒に一日、はい、本当気持ちを楽しんで遊んでもらえればなと思ってます。なんです、はい、お願いします。電車で行って、その降りてね、散策なんかもしたりとか、ね、そうですね、で今ね、はい、まだ交渉中ですけども、うん、ホームの上でもね、ちょっと演奏しようかなと思って、あー、したいなー、折り返しの間にね、うん、動画できますように、はい、ね、ということでね、駅、はい、の上でもね、いろいろ、はい、はい、ちょっと鉄道ならではの、はい、はい、ちょっと楽しい企画もこっちもですね、考えてますね、はい、楽しみです。ぜひぜひ、ね、うん、まだこれからチケットなど発売になりますので、はい、ぜひ522だけ覚えておいてください。そうですね、お願いします。はい、ということでね、まだあっという間に時間経ってしまいました、はい、今日結構メモすることそうですね、話し方、コミュニケーションは一番みんな使えますね、面白かった、興味ありました。はい、ということで次回はですね、4月ですね、はい、4月の22日、はい、金曜日で、よろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、じゃあ皆さん、また来月、はい、バイ、ということは、バイバロテ。